リアです。リナです。セリです。メイです。リンク。ラテ。TV。始まるよ。イエーイ。はい、今回の企画は女子4人で王様ゲームしてみたです。イエーイ。めっちゃ楽しみ。ね、ルールはこのコップにくじ引きで王様と1と2と3って書いてある割り箸があるのでそれを引いて王様だった人は1と2が何々とかいろいろ指示が出せて王様の指示には絶対従わないといけないっていうルールです。はい、初だよね。アリアも自分で自身初、初人生の初、そう、で、え、そう、うん、一緒一緒、めっちゃ楽しみ。じゃあね、これからやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。じゃあ、くじ引き。はい。じゃあ、いきます。せーの。せーの。王様だれだ。じゃあ、メールお願いします。言った。いや、初回から王様はすごい。え、もう早速。はい。命令。何を命令しようかな。じゃあ、一番の人は、語尾に、でちゅってつけてください。この企画が終わるまで頑張ってガチで一番だーれ。はい、終わった。頑張って。え、この企画終わるまで、あ、じゃあアリエゴ王様が終わるまで。けっちゃん頑張って。わかりました、でちゅ。選びます。いっせーので、え、あれ聞けない、王様だあれだ。はい。違う、いやな、まだデチュだよ、語尾デチュ。あー、まだデチュ。すごい煽ってくるデチュね。え、じゃあ今度はどうしようかな。じゃあ2の人が3の人に僕の彼女になってくれって、あ、イケボで言ってください。私2です。3です。じゃあ行きます。セリちゃん、僕の彼女になってくれませんか。無理です。断られたよ。断られちゃった。断られちゃったよ。おかしいな。やりましょう。いっせーので、せーの、大阪誰だじゃない。王様だれだ。はい。おー、めっちゃ、はい、ちょっとどうしよう。3の人は画面の前の視聴者さんに向かって大好きだよっていう愛を伝えてください。3は誰ですか。はい。めっちゃ多い。彼女に気持ちを伝えるみたいな感じですか。大好き、愛を、愛をね。はい、了解です。いつも見てくださってる皆さん、松本里奈です。本当にね、コロナとかでね、たくさんね、会えなくなったりとかですね、まあ、ちょっといろいろ制限される中ですね、あの SNS とか、あのいろいろね、見てくださってありがとうございます。あのフィンクラス TV をね、これからもっと面白い動画を作っていきますので、ね、本当にあの皆さんね、また今後とも愛をいただけると嬉しいです。その分ね、あの私たちもね、倍の愛を返していきたいと思います。大好きだよ。おー、かわいい。ありがとうございます。はい。もう次こそ王様やって、アリアちゃんに当てたい。え、いきます。はい。あ、そうだ、読んでみよう。王様だーれだ。はー、ほんとよくない、ほんとよくない。アリア、王様だから、王様だから。いや、まだもう終わったから。え、王様、王様って今日やるの。そう、そうでちか。そうでちか。時はやるの。はい。え、じゃあ1番の人が3番の人に決め顔を、うん、5連発3番の人にお願いします。はい。では1番の人だれ。3番の人だれ。ポーズしてもいいですか。ポーズしても全然もう。かわいい。すごい決めてる。しかも5連発じゃなくて6連発。最後ふんってこっちから撮ってもよかったね。僕から撮ってもよかった。最高でしたね。はい、王様率高い、めっちゃね。やっぱ王様だと思う。あ、ちょっと、あ、そうでちね。面白いでちゅ。じゃあもう一回引いていきます。行きましょう、行きましょう。はい、
もだーれ。はい。2番の人は1番の人にこの企画が終わるまで話しかけるときは変顔をしながらで。2番の人はあれ。1番でーす。最高。今日の撮影が終わるまで。企画がこの企画が終わるまで。すごい。もう話しかけないで。じゃあもう一回やりましょう。せーの。せーの。王様誰？はい。やった。せいちゃんか。はい。せいちゃん。2番の人がカメラに向かって変顔5連発。2番の人誰？マジでアリアちゃんね、変顔破壊力すごい。ねえアリアちゃん。やばい。なんで変顔破壊力。さあ、変顔5連発いきまーす。3、2、1、2、3、4。はい。ありがとうございます。めくるしいところすみません。じゃあ行きましょう。せーの。王様誰？はい。じゃあ、1番の人は学中赤ちゃん言葉でおしゃべりしてください。1番です。なんで近そうで赤ちゃん企画中だから、アリアちゃんが王様の時もう企画中はずっとそういうことで近近あーですねー。さっきからずっと引いたの全部いいなんだけど。おーですねー。はい、いきましょう。もう一回よし、いきまーす。はい、のはい、次の、はい、王様だーれ。はい、すごい。じゃあ、3番の人はメイが王様の時だけちょっと声を低く喋る。3番は声が低い赤ちゃん。声が低い赤ちゃん。なんかごめんなさい。メイちゃんでちゅう。頑張るでちゅう。あと2回。ずっと王様踊りたいで中。怖いじゃん。行きましょう。行きましょう。王様だーれ。はーい。やばいよ。で中で企画中全部で中なんだけど。じゃあどうぞ。どうしようかな。じゃあ1番の人が2番の人に話しかけるときにずっと白目。じゃあいいですね。1番の人。2番の人。やだ。じゃあ話しかけてみてみーちゃん。ほらいいやつ。みーちゃん。ちょっと大変だからあんま話しかけて。大丈夫、アリアの王様中だけだから。じゃあ行きましょう。せーの。じゃあ1番の人と3番の人がお互いに変顔をしながらガチ告白をし合う。お願いします。では1番だーれ。はい、ライスー。1番聞いた瞬間えって思って。3番の人。はい、お願いします。お互いにね、お互いに告白、さあお互い告白し合う、変顔で。あ、スイッチ入れます。もう1番の人が。じゃあ、1番のアリアさんからお願いします。めいちゃん。怖い。めいちゃんのこと好きそうじゃない。ずっと。しかも。付き合ってくれないかな。めいちゃんも告白するんで。アリアちゃん、実は、あの、メモ
アリアちゃんのことは結構前から気になってて、最近もう可愛いなと思ってて、そのアリアちゃんと両思いとかちょっと光栄なんですけど、もしよければお願いします。めっちゃ表情筋めっちゃ使った。表情筋。もう笑顔。うちらも表情筋を決まれちゃう。ね、楽しかった。もう私赤ちゃんのこと忘れちゃった。はい、ということでですね、はい、すごい多分過去一話だった画面だったんじゃないかなと思いますです。はい、全員に王様が行き渡って、はい、よかった。だけだったんですけどね。そう、セリちゃんにもね、ちょっといたずらかけたかったんで当たらなかったね。セリちゃん変顔見せた。変顔見せた。また次の機会にね、セリちゃんの変顔待っててくれると嬉しいですね。我に帰るとさ、出ちゃってなんかやばいよ、ね、普通に考えて。セリちゃんどうでしたかね。いや、なんか王様多かったんですけど、うん、なんかちょっと罪悪感あったんですけど見てるの面白いです、結構そうですよね。すんちゃんがね、かっこいいち笑ってる。じゃあ最後のあやちゃんとるいちゃんの変顔のマークもすごすぎてやばかった。めっちゃ表情筋使いすぎて最近やばいよね。めっちゃ楽しかった。楽しかったね。またやりたい、ね、ということで、もしこの動画がいいと思ったらですね、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。